全国のペンタキシアンの皆さん、よろしくお願いします。今日は世界一遅いペンタックス Q10 の実使用レビューやっていこうと思います。こちらのカメラ、もともと個人的に所有していたものだったんですけども、9年前に購入し、3年ほど登山のカメラとして使って、友達にですね、写真を始めると言っていた友達に譲り渡したものだったんですが、別の友達の家でホコリかぶっているのを見かけまして、交渉しまして、日本酒1本と引き換えに引き上げてきました。6年ぶりの再会ということで、おえつを禁じえません。実はこのペンタックス Q10 と、以前動画にも出しているコニカのフィルムカメラ C35FD という、このカメラの写真の取り比べというのを、撮影はもう終わってるんですけど、こっちのですね、フィルムカメラの現像が、ヨドバシカメラの DPE が外注に変わってたんですよね。びっくりしました。1週間以上現像まで時間がかかるということで、まだ戻ってきてないので、じゃあすでに手元にあるデジタルデータを先にめでようじゃないかということで、今日はたくさん喋りたいと思います。とはいえ、今日こそは先に写真をこう流そうと思いますので、お時間ある方はお楽しみいただければ幸いです。約10年前のカメラが出す絵というのはどんなものなのか、一緒に見ていただけないでしょうか。結論から申し上げますと、今回 JPEG と RAW 現像と両方データ撮ってきたんですけど、RAW 現像した時の色が結構好みだったので、 JPEG と RAW 写真をですね、交互にこう表示していこうかと思います。書き出しの時に本来4対3のアスペクト比を、個人的な好みで3対2にしてしまっている点はご容赦ください。上下がちょっとずつカットされることになりますね。使っているレンズはこのレンズ、こちら SMC ペンタックス F1.9 8.5mm という単焦点レンズを使いました。標準画角で 47mm ですね。非常に使いやすかったです。コニカ C35 のこっち のレンズがですね、ちょっと不具合で開放 F1.8 で固定されていたので、こっちのペンタックスの方も開放 F1.9 で縛って撮影してきました。ということで、これからの写真は全て開放の写真となります。ではファーストカットいきましょう。最初に気づいたのは周辺の歪曲周差ですね。これ結構どうですか、結構ありますよね。ペンタックス Q10 のデータは、ローデータは DNG なんですが、それを一旦パソコンに移し、ドロップボックス経由で iPad に移して、そして私がいつも使っている超優秀買い切り現像アプリ Pixel Meter Photo でロー現像しております。その時にレンズプリセットなんかこう入ってないということなんでしょうね。歪曲周差がそのまま出てしまったということになりました。単焦点なのに歪曲出るんかいということで、最初の印象はそんなところです。続いて逆光テストになります。ペンタックス Q10 のセンサーは1対 2.3 型ということで、今の現行のスマホと同じぐらいのセンサー性能だと思われます。光源が強いとすぐ白飛びしてしまう印象を受けましたね。もちろん、そこは目くじらを立てるところではないかなとも思います。続きまして、ボツカットにこそ撮影者の実力が現れてしまうものというのがこちらなんですが、惜しみげもなく箸にも棒にもかからないカットを投稿するスタイルでやっていこうと思います。フィルムカメラとの取り比べということで、シャッターチャンス24回しかないんですけど、今となってはなんでこんな選択をしたのか皆目見当もつきません。4枚目はいつも撮っている交差点ですね。はっきり言ってペンタックス Q10 の解像感は求められないかなというのは率直な感想です。そもそも画素数も1240万画素ということなので、それこそ今のスマホと一緒ですよね。当時、購入した時の記憶でいうと、ボディとキットレンズ2本で5万円を切っていた価格帯だったと思うんですよ。それを考えると、あまり高性能な結果を求めるのはちょっと違うのかなとは思います。ということで、ならば色で勝負すればいいじゃんということで、個人的に好きなブルー側に寄せたのがロー現像の写真になっております。続きまして、近くでまっすぐなものを撮ると歪みが強調される例となります。ローデータなので、白飛びの中にも階調が残っていたというのはちょっと面白いなと思いました。改造しない、逆光にも弱い、水平も撮れていない、
そんな弱点や失敗を逆手に取れる老元像というのはやっぱり面白いなと思います。家に帰って iPad を見ながらニヤニヤできるっていうのも醍醐味ですよね。もちろん現場で一発撮りの緊張を味わえるフィルムカメラ独特の趣も魅力ですよね。この写真同じ露出で同じ画角でフィルムも撮っているので、どういう仕上がりになっているのか今から楽しみです。さて、こんな写真を撮っているから通行人にジロジロ見られるわけですよ。スナップはメンタルが命ですね。私は普段はとりあえず即写してロー現像で何とかするっていうことが多いんですけども、この時地下街のこの明るさの状況ではペンタックス Q10 のコントラス AF は非常に迷っておりました。時間かかっちゃいましたね、撮るのに。標準画角って使いやすいですよね、という一枚です。もともとは中望遠が一番好きな画角ではあるんですけども、潰しが効くっていう意味では 50mm は本当に一番使いやすい画角だなと思います。壁を見て興奮してしまうのは持病なんですが、皆さんこういうことありませんか？こういう人工物、特に直線の繰り返しなんかを見ていると確実に撮ってしまうスナップあるあるってあると思うんですけど、どうでしょう？お背中拝借いたしました。相手に圧や不快感を与えないという意味ではやっぱりこの小さなボディっていうのは正義だと思います。持ち運びも楽ですしね。この写真にタイトルをつけるならフォトヨドバシに憧れてになるでしょうか。いつも撮影しているお気に入りスポットでの1枚です。歪みプラス周辺原稿の組み合わせも悪くはないですね。ペンタックス Q10 はミラーレスカメラなんですが、今と違って露出のライブビュー範囲はできないんですよね。ここに時代の差を感じます。ミラーレスなのに一眼レフみたいな使い方になります。撮らないとこう結果がわからないという意味でです。なお、一人でスナップしている時の休憩って皆さんどこでされますか？私は一人の時はマックに行くんですけど、友達と一緒にスナップしている時は見栄を張ってスタバに行きます。価格差は4倍差ぐらいありますよね。24枚しか撮れない企画なのにまたつまらぬものを撮ってしまいました。 JPEG 撮って出しの露出補正の場合はどうしても全体の上げ下げになってしまいますけど、ロー現像だとシャドウ、中間、ハイライト、おのおのを調整できるっていうのは便利だなと思いました。特にこういう明暗差のきついところでは恩恵を感じます。はい、次のカットもどうしてもブルーに寄せてしまっているカットなんですが、これはですね、私ソニーユーザー時代の名残で、ソニーのカメラってちょっとブルーが乗るじゃないですか、レンズの性能なんでしょうけど、あれが好きでですね、今でも現像時にそういう現像をしてしまいます。はい、続いてレンズテストではほぼ毎回撮っている博多駅構内のお気に入りスポットがこちらです。この照明の近くに同じ形状の椅子が並んでるんですよね。で、そこに座ってる人たちが今にも宇宙に吸い上げられそうな雰囲気の場所があるんです。ただ拉致寸前の人間様を作例にするわけにはいかないので、今回も照明で我慢しております。続いて小さいセンサーなので、F1.9 で撮ってもほぼパンフォーカスに映る例ですね。スナップだといろいろ都合の悪いことも生じます。続きまして、また壁を撮っております。いつも歪曲収差のテストでお世話になっている壁であります。言わずもがなの結果になりました。さて、最後は雨の日のスナップの写真になります。ペンタックス Q10 は防塵防滴ボディではないです。でもですね、過去に使っていた時は登山でガンガン使ってましたし、今でもこの日も雨で結構濡れたんですけど、幸いにも今まで一度もトラブルになったことはないです。打足ですが、純正レンズの場合レンズシャッターでシャッターが切れるんですよね、このカメラ。最高速は2000分の1秒ということです。で、オールドレンズなどをアダプター経由でつないだ場合は電子シャッターになるそうなんですね。社外品のレンズは焦点距離を入力すればボディ内手ブレ補正も使えるということで、これは嬉しいですね。体感値なんですけど、ボディ内手ブレ補正ってシャッタースピードでいうと3段分ぐらいは確実に効いてるかなっていうような印象でした。なお、ペンタックス Q10 には水平撮りの電子水準器はありません。私はどうしても右に1度ぐらい傾く傾向があるんですよね。シャッターを押し込むときに傾いてるんでしょうね。そしてやっぱり解像感はないなと思ったのはこちらのカットです。 JPEG の方はデジタル補正で周辺が引き伸ばされるわけなので、樽型の収差を引き伸ばすということは周辺はこう伸びていると、画質はちょっとひどいことになってますね。
もちろんそのトレードオフでこのコンパクトなレンズ交換式カメラを成立させているということなので、まあ、文句は言えないかなと思いました。続いてこの写真ではボケ感をちょっと確認したかったんですけど、まあ、フルサイズと比較してはいけないとは分かってはいるものの、標準画角で背景を分離させるっていうのはちょっと厳しいかなと思いました。もっと望遠側だとボケるのかなと思っていて、その検証はまた別の撮影で試してこようと思います。打測ですが、ペンタックス Q10 にはボケコントロールという擬似的なボケを合成する機能があるんですよね。まあ、この写真は普通に寄って撮ってるんですけど、今の iPhone でいうところのポートレートモードみたいなものが10年前のカメラに備わっていました。また、人間用の顔認識 AF もあるんですよ。で、こういうことを見ると今のスマホって10年前のカメラの技術を応用してるだけなんじゃないのかなと邪推しております。そうです、私はどうしてもスマホの写真が好きになれません。はい、最後のカットですが、ここはちょっとモノクロの方が良かったなと反省しております。この写真でフィルムカメラの方がこと切れました。ということで、ここからはいつもの雑談なんですが、結論、現行のカメラと比べるのは残酷でありつつも、使っていて楽しいカメラなんだなというのは間違いないと思います。特筆すべき点7つ絞ってきました。まず、スーパーファミコンみたいな背面液晶ですね。スペック的に言うと46万ドットしかない背面液晶は、まるでその画質はスーパーファミコンのようです。オートフォーカスの追い込みでピント拡大をする機能もあるんですが、まあ、解像度がモニターの解像度が全く追いついてない印象を受けました。続いて、電池室と SD カードが別っていうことですね。こっちが SD カード、そしてこっちに電池が入っていると。これは親切な設計だなと思います。アクセスしやすいですね、それぞれ。続いて、電池は持たないということで、ここに電池入ってますけど、まあ、10年前のものです。で、予備も一応持ってはいますが、なかなか電池の持ちは良いとは言えないなと思いました。ところが、この電池 DLI68 っていう電池らしいんですが、新品で Amazon で購入できるんですよね。これはすごいです。そして互換品に至っては1000円を切る価格になっております。で、4番目、電池を抜くと時間と日付がリセットされてしまう点ですね。今ちょっと抜きたくないんですけど、電池交換のたびにこれを抜いちゃうとデータが消えちゃうんですよ。せめてもの救いは、この中に記録しているカスタム設定、カメラの設定は多分 SD カードに書き込まれているんでしょうけど、それは消えなかったのでなんとか助かってます。5番目は電源消し忘れる問題ですね。まあ、こっちが電源なんですけども、消し忘れちゃうんですよね。押したつもりが消えてなかった。ほら、消えてないでしょ。はい、これでカバンの中でずっと電池がついていたっていうことが結構ありました。もちろんオートパワーオフ機能はあるんですけど、ここがもうちょっと物理ボタンだったらいいなと思いました。6番目、メニュー項目が少ないことですね。これは良いことだと思います。現行のカメラのようなごちゃごちゃ感というのはなく、かといってスマートフォンのようにフルオート専用でもないので、撮影体験としてもスマホより凝った撮影ができて、まあ、一眼カメラほどこうガチで撮るわけでもないっていうので、趣味がてらカバンに忍ばせておくにはもうこのサイズですしね、バランスがいいカメラですね。7番目、バイクで言うならスズキです。弱点は山ほどありますよ。例えば、動画の記録形式が MPEG-4 しかないとか、グリップ感はもうほとんど皆無ですよね。これ指で持ってるような感じです。ここにクリックダイヤルがありますけど、ほぼカスタムできないこととか、痒いところに手が届かないダメポイントはマイキューにいとまがないほどあります。ところが、この9点だから許せるっていうのは、まあ、実際使っててありますね。科学的根拠はございません。それはなぜなのか、それはまるで鈴木のりがバイクに乗るその心意気に似ているものがあるのではないでしょうか。ということで、好き勝手喋らせていただきましたけども、これだけ尖っていた旧シリーズなので、現行品でまた出てくれないですかね。まあ、もし10年越しにこういうカメラが出るとしたら、ここを加えてほしいという付加価値があります。それは USB-C の給電、 Wi-Fi のデータ転送、
そしてバリアングル液晶あったらこれ便利だろうなと思います。この内蔵ストロボ、よいしょ、これはいらないので、このホットシューですね、ストロボが使えるホットシューは、よいしょ、このホットシューは残してもらえると嬉しいです。そしてシンクロスピードは同調200分の1秒欲しいです。 SD カードは1スロットで構いません。 EVF はなしで OK。 ボディ単体で12万円ほどでいかがでしょうか。そうなってくるとリコー GR とニコンの ZF-C の長所を足して2で割ったようなそんなカメラができませんでしょうか。ペンタックスさんよろしくお願いします。さてこのカメラで今後やってみたいことなんですが、今やペンタックス9シリーズにしか接続できない D マウントのシネレンズを入手いたしました。こちらになります。やばくないですか、このメカメカしい感じ。この2本のレンズが D マウントのシネレンズになるんですが、この2本を分解清掃した動画をもうすでに投稿しております。準備は万端です。あとはマウントアダプターを買ってペンタックス Q10 につなげると、マニュアルフォーカスのオールドレンズとして遊んでみたいというのが今後やりたいことになっております。必ず動画にしますのでお楽しみに、ご期待いただければ嬉しく思います。ということで好き勝手喋らせていただいてありがとうございました。再び巡り巡って手にしたこのペンタックス Q10 ですから、ご賞大事に使っていこうと思います。もう売らないようにします。はい、最後にご挨拶を一言よろしいでしょうか。先月チャンネル登録者30人やったと騒いでおりましたところ、いつの間にか200人を超えておりまして、誠にありがとうございます。今後も好き勝手投稿していくスタイルでやっていこうと思いますが、たくさん熱いコメントなどもですねいただいておりまして、全部読ませていただいております。このチャンネルですね、アナリティクスを見ると登録していただいている方もうほとんど9割ぐらいが年上の方、先輩方ばっかりのようでございまして、そして男性登録者 100%、 純度 100%、 男子校のみたいな感じになっております。誠にありがとうございます。コメント欄も自由に使っていただいて大丈夫ですので、熱いメッセージ、長文全然大丈夫ですのでよろしくお願いいたします。今後も楽しく見ていただければ本当にそれに越したことはございません。どうぞよろしくお願いいたします。ということで今後もカメラの沼にズブズブと入っていこうと思います。また皆さん沼の先で再びお会いできれば嬉しく思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。